このミーティングは録音されてます。続ける。はい。続ける押せばいいんですよね。あ、そうですね。もうじゃあ、収録され始まってますね。そうですね。はい。あ、わかりました。これ、中江さんの声ってもうちょっと大きくできるんですかね。僕の方でお聞きできます。聞こえますか？あ、本当ですか。どう聞ですこか？えるんですけど、はい。もう気持ち大きくしうん。たいな。あ、どうですか？ああ、どうですか？いい感じです。あ、そうですか。はい。はい。じゃあ、ちょっとラジオ収録も兼ねながらやっていくんで、はい。ちょっと僕の方のオープニングコールもしながらやっていきますんで。はい。イヤホンしてていいですか？いいの？はい。じゃあ、ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。恋物ラジオのお時間です。今週も東京・荒川区待ち合わせと、ちょっと待ってください。ごめんなさい。間違えた。あ、こっちが間違えました。ここだ。はいはい。じゃあ、行きます。ラジオ機の皆さん、こんばんは。恋物ラジオのお時間です。今週も東京・荒川区待ち合わせスタジオよりお送りしております。今週はですね、社長アイドル、吉野瑞穂さんに、ズームにて、ゲストでご参加していただいております。お久しぶりです。はい。ね、古い、人間同士なのか分かりませんけども、こんな、ね、オンラインで、やり取りする時がまさか来るなんてっていう感じだと思ってます。便利ですね。あ、便利ですか？そうですか。便利。結構、便利。もう、ね、吉野瑞穂さんといえば、もうね、芸歴何年でしたっけ？10歳の頃からやってるので、うん。今36歳になったんで、お。何年ですか？ 26 年？おお。26年ですよね。年齢ガンガン公開の、もう現役はい。アイドルですもんね。いや、なんかね、アイドルっていうのはそんなに今歌ってないんですけど、おお、なんかちょっと前までは、コロナが流行る前までは、マジックの仕事も結構あったので、はい。ああ、マそっジックアか。イドルって自分で言ってたんですけど、でもなんかマジックをする機会も減っちゃったので、今はなんかミュージカル女優っていう活動の方が多いかなって感じですね。だけど、周りにアイドルって言っていただける分には全然もう、自分から自らそんな最近は言ってないですけど、別に何も考えてないです。ああ、そうですか。なるほど、はい。なるほど。そうか、そうか。今、最近、まあ、あのね、あのー、まあ、かつ、まあ、僕らの出会いというのは、そもそもミュージカルのね、オーディションから、ね、ご一緒させていただいて、もう何年ぐらい経つんですかね。4、5年経つんですかね。4年ぐらいですかね。なんか、最近。33歳の時にオーディション受けましたよ。おお、じだゃあ、から、3年前ってことですか3ね。年、でもたった3年なんですよねっていう感じで、そう考えるなんかと、めちゃ4、5くちゃ年、濃いですね。なんか3年って感じがしなくて、4、5年やっぱ経ってる気がするんですけど、どうでしたっけね。確かに確かに。そうですね。そういう意味で言うと、めちゃくちゃ、濃厚な、時間だったのかもしれないですね。そうですね。最初の1年、2年でギュギュギュっと4つぐらい舞台を一緒に中居さんとやらされてじゃなくて やらせていただいたんで、なんかその期間がすごくポンポンポンって続いたので、ものすごい濃厚でしたね。なるほど、なるほど。確かに、ね、全力疾走してた時期だったのかもしれないですまあね。そうですね。なかなか今ちょっと、去年は舞台は何か立たれたんですか？去年は経ってなくて、ついこの前の4月4日に、私今ミュージカルスクールに通っていて、コロナで、まあ、仕事もなくなった時に、まあ別にコロナだったからってわけじゃないんですけど、ミュージカルの勉強をゼロからやりたいなと思って、ミュージカルスクールに入って、で、それの集大成の発表会っていうのが4月4日にあって、それが吉祥寺シアターってところで、白雪姫っていう題材で、白雪姫役をやらせてもらったんです、この前。白雪姫役だったんですか？そうなんで白す。雪姫ってことは、毒リンゴを食べて、そうで意識不明になっちゃうんですよす。ね。そうです。こうやって死んじゃうんです。あ、でも、王子のキスによって、復活するパターンで。そうです。
だけどソーシャルディスタンスなんで手の甲にキスをして目覚めるっていうこと で、はい、で手の甲も私にキスしないで自分の指にキスするんです王子様は。ああだから演出もそういう風になってるんですね、うん、そうです変わっちゃったんですね。あなるほどそうです。でコロナ関係なかったらあれだったんですか唇にキスだったんですか。どうだったんですかね。私ちょっと前の普通のバージョンは多分おそらくしてたんじゃないかと思うんですけどね。おー多分すごいですね。あすごいですかね、うん、吉野瑞穂のキスシーンがまさかのなかなかないですよね。いやないです。私今まででキスシーンしたことないですよね。なだから、うん、ファンの皆さんは良かったですねって言って、あ、瑞穂ちゃんのキスシーンがなくて良かったですねみたいな。そりゃそうですよね。なるほど、なるほど。はい、コロナの、 あの時期になって、なんかこう、芸能の活動に対しての考え方とかっていうのは、どういうふうにこう、うん、捉えられてるんですか？あすごい、うん、コロナで反省したのが、はいはい、やっぱり、ファンの方がいてなんぼだなっていうのはすごいその時思って、仕事が私はマジックアイドルとかやってるんですけど、歌って踊ってマジックして、企業のパーティー、忘年会に行ったり、シニア住宅とか、お祭りとか、飲食店でテーブルマジックしたりとか、温泉施設でマジックしたりとか、すごくこう、呼ばれて出張してマジックする機会が多かったんですけど、コロナでやっぱり人を集めちゃいけないから、全部本当に綺麗にゼロになって、宴会ももうまだ全然できないんで、飲食店もテーブルマジック近いんでほとんどできなくって、その時にやっぱりファンの集いとか、なんかやっぱり舞台は観客を 50% 以下とかにして、ソーシャルディスタンスの基準を満たせば演劇ってできたりするじゃないですか。そうですね、だから自分のコンサートとかそういうことが、うん、たくさんお客様が自分のファンクラブでいて、うん、いれば、自分でそういうふうに自分が主催してコンサートをしたり、うん、お芝居をすることができるけど、うん、やっぱりいつも出張で呼ばれてる立場だったんで、うん、いつもお客さんは用意されてる状態、そこにも自分のファンばっかりじゃなくて、すでにお客様が何百人っている中で出張してやってたので、はいはい、あもう呼ばれなかったら何にもねショーができないから、うん、やっぱり自分にお客さんがたくさんいれば、うん、こういう事態でも自分のさじ加減でいろんなイベントができるんだろうなってすごい反省して、そこからファンクラブ作ったりとか、うん、自分の個人のファンクラブ作ったり、あと通販、みずほショップっていう通販を作ったり、やっぱ通販で何かグッズが売れれば、うん、生活もね、ま、やっぱり呼ばれるっていうだけじゃなくてそういう収入ができたりとか、うん、ね、するじゃないですか。あとはファンクラブがね盛り上がってれば、うん、ね、だからそこをすごい反省して、うん、でも反省した、うん、反省ですね。だからすでにお客様が一定の固定数のお客さんがいらっしゃるタレントさんっていうのは、うん、こういうコロナの時期でもやっぱ写真集出したりとか、うん、なんかね、こうファンの集いやったりして、それがまた生活も続けていけるでしょうし、うん、はいはい、だから、うん、今はね、みずほは、まあ、なんかお金の話ばっかりしちゃって、なんか聞いてる人がちょっとドン引きしちゃったら嫌なんですけど。そんなことないですよ、現実的でいいと思いますよ、うん、そうそう、だからタレントを続けるっていう意味では、そういうお客様がいてなんぼだなっていうふうに特に感じるような出来事で、だから生配信とかも始めました、このアナログなみずほが。おお、なんか前から結構積極的やってるイメージでしたけどね。そう、本当ですか、うん、だからツイキャスと LINE ライブを生配信週に一度今やってるのと、あと、うん、そうです、 TikTok とか、あと YouTube チャンネルもやっと作ってやったりとか、なんかこう、コロナになったおかげでホームページ作ったりとか時間ができたんで、そういうふうなことをやりましたね。まあまあまあ、そのない時にやっぱりその時こそやっぱりそうやってね、自分で行動を起こすっていうのがさすが社長ですよね。社長アイドル、本当ですか。社長アイドルをやってる時点ですごいことですけどね、やっぱりね、世の中そんなにいないんでね。はい、でも最近増えてますよね、ね、吉本のタレントさんみんな独立して、まあ、みんな気づいちゃって。はい、
ああ、じゃあまあそういうことで、このラジオはですね、一応、はい、スタートから10分後に、女優小野由利の映画の話をしましょうよってコーナーがありまして、ちょっとそのコーナーの方に一回移りたいと思うんで、はい、お願いします。また後ほど吉野さんのお話を聞きたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい。よし、よし、じゃあちょっと映画の話を聞いたという前提で、いきますね。はい、ということで、映画の話をしましょうよ、聞いていただきましたが、まあこのラジオはですね、吉野さん、はい、毎週土曜日、21時からですね、21時5分まで、はい、沖縄の那覇市、はい、で一応聞ける、まあ、カーステとかでも一応聞けるラジオになってまして、はい、あとアプリで、まあ、もちろん全世界で聞けるんですけれども、はい、正直僕のコーナーはですね、まあ自虐なんですけど、ほとんど無意味みたいな、皆さんゲストで最近出ていただけるんですごい助かってるんですけど、はい、2年半やってまして、本当僕一人だけでただひたすら喋り続けてるっていう時もすごく多いんですね。はい、そのこのズームに慣れたおかげで毎回ゲストが出てくださるんですけど、うん、はい、小野入りのコーナーだけはですね、結構世界中で聞いてくれてる人がいまして、はい、このラジオになんと井筒克之監督も出たことがあるんですよ。ブライっていう映画が最近公開されたんですけども、はい、EXILE の松さんが主演のね、そう、宣伝のためにですね、なんと3週連続で出ていただいたことがあって、そうなんですね。何気にちょっとね、メジャーな方も、ゲストに出ていただいてるという、なんか変な番組なんですね。はい、すごいですね。ただ何度も言いますけど、映画の紹介のコーナーだけ、ニューヨークで聞いてくださってる人もいてっていうね、おそらく終わった瞬間にラジオ止めるんじゃないかなっていうね、ついでに聞いてもらえてる可能性もあるんで、面白ければ、もうフリートークが面白ければ、聞いてもらえてる可能性があるということで。あと、日本語の勉強したいとかいう人が聞くかもしれないですね。あ、それはね、本当にあって、日本語が新鮮って言って、聞いてくれてる人はいますよね。なんか最近、クラブハウスっていう、そのなんか、コンテンツがね、流行ってるみたいですけども、そう。でもあれ iPhone のユーザーしか入れなかったりとかするんで、結構制約がある。あんまりこういろいろこうね、文明の進化にあんまりついていきすぎてもね、なるほど、あんなかんだインスタグラムとかでもう全然、TikTok とかで多分もう落ち着いて頑張ってるだけでいいと思うんですけども、はい、このコロナ期間中特になんですけども、もともと吉野さんは映画は見られたりするんですか？私あんまり見ないんですけど、でも、見るも見る時もあります。そしたらどんな映画を見るんですか？私がやっぱり一番好きなのは、ミュージカル映画で、でしょうね。そうなんですけど、ドリームガールズがすごく好きです。ドリームガールズ、あ、ちょっと初めて聞いたかもしれないな。あ、本当ですか？シュープリームスのモデル、シュープリームスがモデルになってる、ビヨンセさんが主演の、ビヨンセ、はい。あと、3人組の、だから、シュープリームスを、の当時のモータウンレコードの話を、まあ、実写化っていうか、映画化したもの。事実をもとにして、そうです。作られたフィクション。そうです、そうです。それがブロードウェイでミュージカルとして上演されてて、それの映画版。なるほど、なるほど。やっぱミュージカルベースですね。まあでも、見ますよ、別に他のものも。なんか、こんな夜更けにバナナかよっていうのはこの前見ましたけど、あと、鬼滅の刃とかも映画館に見に行きましたし。行きました、行きました。なるほど。なんか吉野さんというのはなんかこうすごくプラスのね、オーラをいつも感じる人なんで、あんまりこうなんかね、泣きのなんかね、こうコンテンツを見なそうなイメージというかね、あんまりこう、ダークなイメージが、でもそんなことないか。そういう、でも魔女の役とかもやりますもんね。そうですね。でもまあでも確かに自分にあんまり負の要素みたいなのはあんまりないんで、すごいやっぱりいじめる役とか、は苦労しましたね。シンデレラの時にいじめるお姉さんとかやる時は、ちょっとそういういじめる人の気持ちとかよくわからなかったんで苦労はしたんですけど、でもなんか人に勧められれば、闇の子供たちっていう、なんかやっぱりアフガニスタンかな、なんかどっか、カンボジアかな、カンボジアの子供たちの
あの映画、なんかちょっとやっぱり社会的にこういろいろ定義されてるような、あの問題点を定義されてるようなものを見たりとか、やっぱ逆になんかそういうちょっとノンフィクションに近いというか、そういったドキュメンタリーみたいなものも好きです。ああ、なるほど、なるほど。社会的にいろんな私が知らない世界とか、そういう話とかも結構興味持って見ちゃう時もあります。なるほど、なるほど。まあ、そうですね。まあ、吉野さん B 型ですよね。あ、そうです。ね。なんで知ってるんですか？いや、もうずいぶん前に聞いたことがあるんです。あ、そうでしたっけ？あのもうみんな B 型じゃんみたいな。あの多分あるじゃん、ガルちゃんシンデレラなんでしたっけ、あのカンパニーか、あのシンデレラカンパニー、そうそうそう、ほとんど B 型だったっていうね。 あそうなんですか。そうです、そうです、誰でしたっけ、若菜ちゃんも若菜ちゃんね、若菜ちゃんも B 型だし、で B 型だからみたいな、なんかこう突っ込んじゃうんだよね、あのちょっと突申ししちゃうんだよねみたいな。あ、昨日会いました、若菜ちゃんと。そうなんだ、結構あのシンデレラカンパニーのみんなは今でも仲良しで、そうなんです、私の25周年イベントにシンデレラカンパニーのメンバー出てもらって、まあ、水穂セレクトなんですけど、まあ、いっぱいねあのシンデレラカンパニーに携わってくれた子は他にもいるんですけど、水穂セレクトで25周年イベントを、まあ、中井さんがお手伝いしてくださって、そこからそのラインがあって、グループラインでいろんな報告事とか最近もして、でみんな元気って言って、でビデオ通話、本当にあの、LINE のビデオ通話で、愛理さんと、この前は美咲ちゃんと3人でやったり、あと、愛理さんと若菜ちゃんと私の3人でやったりとか、そう、なんかそうやって、久しぶりにね、やっぱり、こう、連絡取ったりして、そういうふうに文明の発展で、そうやって会わずとも、そう、喋ったりして、みんなの近況報告を聞いたりとかしてます。あ、そうなんだ。だから中井さんには感謝してますよ。いやいやいや、とんでもないです。でそういう、ね、ユニット作ってくださったのがね、きっかけは中井さんなんで、はい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 、みんな感謝してます。まあ、あ、そうですか、うん。こういう時期になって、ちょっとありがたみが分かったみたいな。あ、なんでしょう、だからこうやって、そう、だからみんなが今でもシンデレラカンパニーで、こう、つながれるメンバーがいるっていうのが嬉しいって、吉本美咲ちゃんがこの前言ってました。あ、うん、美咲ちゃん、美咲ちゃん、うん、吉本美咲ちゃんはあの伝承ホールのアンサンブルで私の相方役だったんですけど、そうなんだ、そうです、あの、うん、若いそうなんですか、いっぱいいましたからね、そうですね、まあそういうルールでねやってたし、そうそう、アンサンブルもいっぱいいたけどね、シンデレラカンパニー自体もねある程度こうルールがね、その自由参加でしたからね、そうですね、まあ、よかったなと思うんですけどね、あのみんなやっぱりここ、ね、あの本筋を入れるのはなかなかっていうところの中でね、あのやってたルールでしたからね、うんうん、でもなんかこの Zoom っていうそのツールはこうオンラインでこうセッションとかができる、ね、ぐらいこう通信機能が優れてるじゃないですか、あの、はい、相手がスマホとかじゃなければ Wi-Fi とかで、今はあれ、うん、あのご自宅のインターネットかなんかですか、今私固定のインターネットで、もう一番いいやつにしてます、一番いいやつですか、もうやっぱね、そうだからもう、そう、もう本当にそれはもうコロナで思ったんで、生配信する上でも一番いいやつに、ストレスフリーのやつにしてください。いやもう今回ね、はい、ちょっと一人ね、あの60歳のおじさんにあのゲストに出てもらったんですけど、うん、はいはい、ここ通信でなおかつ、うん、超古いやつだったんですけど、あ、もう半端ない途切れ方して、あ、でもズームが悪いんじゃなくて、その機種が悪くて、あの、あ、ビデオ機能をオフにしたら結局良くなったんですよ。だから、メモリーがやっぱ重要みたいですね。この、やっぱりそのメモリーがやっぱりその通信の邪魔するみたいで、だから映像ってのはやっぱりすごい動画のやっぱりあれって余力じゃないですか。だから、あのそこをやっぱりオフにすることで、なんとなくクリアな音声になったんですけど、でも、いまだにやっぱりね、その映像をオンにすると 5G じゃない場合はやっぱりね、今でもカクカク言うんですよ。全然通信が成り立たないんだなって思って。まあ大体自宅とかのインターネットであれば問題ないですよね。ちょっとポケット Wi-Fi でも移動しちゃってるとね、わかんないですよね。そうそうそう。不安定ですよね。今あの、都内にはほとんど来られない感じですか？いや、
結構行ってますよ。緊急事態宣言だから行かないっていうのもありますけど、私毎週日曜日がそのレッスンなんですけど、ミュージカルのスクールのレッスンが毎週日曜日あるんで、それに合わせてちょっと前は実家がやっぱ東京の方にあるんで、金土と泊まって週末実家にいて、平日は栃木みたいな感じの二重生活があったりして、でなんかやっぱ今度夏にミュージカルが決まったんですけど、お、そうなんですか。後でお知らせしていいですか？どうぞ。いや、もう、後じゃなくて、今でもいいですよ。今いいですか？今いいでこすよ。れいつオンエアですか？来週かな、多分。来週の土曜日の予定ですけど、間このに合います。画面ごと映ります？YouTube に公開するのは、してもよろしければ、してほしいです。ファンの人に見てほしいんで。もう、いいですね。ぜ眠れるひ。森の美女って、あ、いそうたもです。ん。お、すごい。7す月ごにいですよね。大ホールです、大ホール。で、そう、劇団東小っていうファミリーミュージカルの専門劇団で、もう70年以上の歴史のある、戦後間もない時に作られた劇団で、で、そこの私は養成所に通ってるんですけど、前に吉で、野さんが言われてた、歴史あるミュージカル劇団とコラボしたらいいんじゃないかみたいな提案されてたんですか。それも本そうです当にですね。ね。そこです、そこです。すごいだな。から、歴史あの、すごい歴史あって、で、ここの、本公演に、夏の本公演に、初めて、みずほがデビューするということで、7月の22日と23日、会場がワンデーミュージカル割に違うんですよ。すごおお、いで本すよ当だ。ね。そうえ、なんですよ。中居さんのやこってることと一緒なんですけとは、あ、ど。そう、感覚が一緒ですね、確かに。なんかもともとは三越劇場でいつも夏と冬にちゃんとこう4、5日抑えて三越劇場でやっやたるんんでですけど、す。三越劇場が封鎖されてて今できなくって、でこう単発でこう板橋区立文化会館大ホールと、23日は練馬文化センター大ホールなので1500人ぐらいのキャパのところで、すごいですそうね。です、大ホールなんで。めちゃくちゃすごいじゃそないれですを半分にしてお客さんを、だから600人ぐらいしか。か入れないんですけど、そいや、すごいですね。こで主演は空野美宇さんっていう元宝塚出身の女優さんと、2.5次元ミュージカルで大活躍中の忍たま乱太郎とかの、ミュージカルに出てる渡辺和樹さんっていう方が王子様役で、あと元ベリーズ工房のキャプテンの清水咲ちゃんが今回ご結婚を発表されて引退もうすぐするんですけど、多分最後のミュージカルだと思うんです。なんちゃんこと抜けるの、高い。高いですよね。だから舞台も装置とかはどうなるんですか。じゃあ、やっぱり舞台装置はほとんどなしですか。そうすう、いると。や、もうあります。ワンデー舞な。台装置しっかりあります。多分、私は眠れる森の美女は劇場では見たことないんですけど、他の白雪姫とか、ハイジとか、いろんな舞台をお客さんで、客席で見てきたんですけど、すごい舞台装置があります。1日限定なのにこれやるんですか？そうすると。そうなんですよ。だから仕込みが、いや、多分舞台装置あると思うんですよ。だから仕込みとバラシを全部一日でやらなくちゃいけないから、どうなっちゃうんだろうって思ってるんですけど、いや、そすうなんごですいよ。なっいや、だから、て。僕、人ごとのように言いますけど、やってたからね、思いますけど、まあ、そんな大層なものは作れないですよね、その日に。だから、これは本公演が23日であって、22日にちゃんと仕込みの日が、でも22日と23か。ですよ、連続なんです。あ、でも、ですもごそいこですかよらね。21に、もう1日借りてるとかって話は聞いてないんですか？だって会場が違うんで、どっちにしろそうですね。練馬は23ですし、板橋は22ですし。22の本公演やってる時に、はい。練馬の仕込みをやってる可能性っていうのもあるっちゃありますよね。でも、その装置は同じものを使うんだとしたら、あれですよね。まあ、もともとその長くやられてるから、やっぱりその舞はい。台の装置っていうか、その小道具とかが全部揃ってるんでしょうね。そうです小道具ね。も全部揃ってるから、パンパンパンっはい。てこう、下手すると、旅公演もやられてるような劇団さんとそうか、です、そうです。だとしたら多一分、日。じゃあもう多分慣れてるんですよ。多分もうそうそです、そうのです。簡易的なセットが作れるように多分なってるんでしょうね。もう配置もうとだかから、できるみたいな。
もうそうです、なんか市民センター、市民文化センター、どこどこ地方の1日限りのなんか教育委員会推薦みたいな感じで、こう全国でやってるんですけど、まあコロナの影響でやっぱりそれもほとんど今できなくなっちゃってっていう。あ、でもいいじゃないですか、なんかいいところに入りましたね、なんかちゃんとこうしてるところにね、あのいいところ、はい、ここでこう成り上がっていただいて、はい、まあ、よそさんは楽しく、ね、成り上がりのみずほって言われてますからね。あ、本当ですか、中井さん。うん、でもそれがもうすごいですからね、よそさんはね。はい、私も最初だから今回デビューなので、うん、アンサンブルキャストで入ってます。あ、アンサンブルキャストです。だからいつかはここの大活躍できるメインキャストになれるように時間がかかっても頑張りたいと思います。うん、いや、いいと思います。全体応援してますよ。本当ですか？はい。僕もちょっとスケジュール合えばぜひ見に行きたいと思います。あ、はい、本当ですか、うんうん、ぜひよろしくお願いします。はいはい。いやいや、もういいですよね。ミュージカルいつでもね、見ても本当に素晴らしい。そうですね。うん、なんかね、心が洗われるような純粋な感じなんですよ。おあのこの劇団はやっぱ子どものために作られた劇団なので、うんうん、この題材がやっぱり名作もの、その眠れる森の美女とか、はいはい、ハイジとか、はいはい、シンデレラとか白雪姫とか、はいはい、なんかあとはゴンギツネとか、うん、あの、うん、なんていうんですか、3匹の子豚とか、そういう、はい、やっぱりこう道徳的な、はいはい、あの学校公演みたいな感じの題材も多くって、うん、だからそういうちょっと大人っていうかファミリー向けの、ね、ちょっとなんか純粋なものって感じですね。いいじゃないですか。いやでも頑張ります。ね、やっぱ好きなことをやり続けられる人っていうのはやっぱりそんなの多くないですからね。そうですね。もともとコロナの前なんかでも少なかったのに、さらに少なくなったと思うんですけど。そうですね。いや、いいと思います。もともとマジックもね、やっぱりこう、そのマジックを勉強したきっかけってのあったんですか？なんか、はい、最初私、まあ、10歳の頃に子役デビューして、うん、で歌を始めて、うん、でアイドルをやって、うん、でアイドルユニットを2人組でスタイリッシュハートっていうユニットを作ってやってたんです、うん、セルフプロデュースで、うん、で、まあ、事務所入ったり辞めたりしながら、うん、じゃあもう社長アイドルでやっていくぞみたいな感じで、はい、独立して、うん、で自分たちで仕事を取っていかなきゃいけないって思った時に、うん、営業っていう仕事があるらしいってことで、はいはい、ワンステージいくらっていう形でショーをして、うん、企業パーティーとかでお金もらえるっていう営業があるらしいって聞いて、うん、でイベント会社ってネットで検索して、うん、片っ端からそのイベント会社にプロフィールをユニットの送って、うん、私たちを営業で使ってくれませんかっていう風にやってみたんです、うん、そしたら、うん、歌だけだと弱いからマジックを習得してくれると売りやすいんだけどって言ってくれたイベント会社さんがあって、でそのイベント会社さんのご紹介でもう師匠の日本一うざいマジシャンからくりドールさんに引き合わせていただいたんですね。へ、そうなんです。そこからもう先生が手取り足取りいろいろ教えてくださって、はいはいはい、実践もテーブルマジック先生が入られてるレストランに一緒に付き人っていうか付き人兼体験っていうかやらせてもらって、うん、先生の背中を見て、であとは先生がテレビに出るっていう時はやっぱり付き人で一緒に行かせてもらって、うん、で一緒に出ましょうかって、すごくいい先生なんですよ、からくりドール先生って。で、どんどんこう名前はからくりドールですね、うん、はいはい、そうなんです、うん、だから先生もすごくブレイクした時期で、ちょうど 私、うんうん、私たちが弟子入りした時にちょっとしてからすごいブレイクして、はい、どんどん先生が有名になっていく様を見てたんですけど、そこでやっぱりいろんなテレビ局に行かせてもらったりとか、コロナで亡くなっちゃった志村けんさんとも4回ぐらい共演させてもらって、だから、まあ、志村けんさんは絶対にそんな私たちのことは覚えてないと思うんですけど、うん、私たちはもう何度もお見かけ、まあ、一緒に同じ空間にさせてもらったことがあったので、うん、もうだからけんさんが亡くなった時にものすごいなんかショックで、あ、志村けんさんが亡くなることってあるのみたいな、あれでかなりショック受けましたね。ああ、本当ですね、うん、それは。
そうです。まあ、それがきっかけで、あの先生にくっついて、うんうんうん、あの勉強したっていうのが十何年前ですね。2009年かな。だから12年前ぐらいですかね。そうですね、12年前ですね。おお、そうですか。すごいな。でもその、まあ、まず行動がね、今言うなれば、今吉本の芸人さんたちが、はい、初めて独立して自分の会社をやってみて大変な思いをしてるっていうのをもう十何年前からもうやってたっていうね、うん、そうなんですよ、うん、逆に強い、それは、うん、え、逆に強いですよね、もう自分の営業の当たり前みたいな感じで、うん、そうですね、なんか本当に24歳の時に私それをやったんですけど、うん、あの時の自分にを褒めてあげたいですね、やっぱりねよくそれを決断して、うん、やっぱり大きな事務所に前いたので、うん、大手のところに そこから辞める時にすごいやっぱり悩んで、はい、胃潰瘍の手前まで岩しそうなんですか、だらけになってて、すごい悩んだんですよ、私的にはね。おで、だから、そうなんだ。そうですね。だから、うん、だから24歳もギンギンのガンガンだったんで、やっぱり、うん、なんていうか、1分1秒、1日1日が惜しいわけですよね。ああ、確かに、ね。だから賞味期限みたいなことを自分で考えたりとかね、しますもんね。やっぱもう、このままずっとこのペースでやってたら、はいはいはい、すぐにおばさんになっちゃうなっていうふうな不安がすごくあって。はいはいはい。まあ、20代で感じる時間の感覚と30代で感じる時間の感覚ってなんかちょっと違うじゃないですか。だからもう必死のギンギンガンガンで早く出世したいっていう、早く世に出たいっていうのが強かったんで、まあそういうことでやりましたね。それはでもあのマネジメントに任せるよりも自分でセルフやった方がまあ早いんじゃないかっていう判断したわけですね、その時には。マネジメントに任せたかったんですけど、売ってくれる人がいなかったんですよ。うん、まあそのね、やっぱりなかなか業界厳しいですからね。そうだから、ね、大手の事務所に入ったら、うん、もう売れるって思ったんですよ、うん、正直ね、うん。浮かれて、もう、はいはい、みんなが知ってるタレントさんがそこにいて、先輩にいて、うん、あ、私たちも売れるんだみたいな感じで、もう考えが甘いんですけど、はいはいはい、でもそんなことはないじゃないですか。うん、だからそれを知って、うん、売ってもらえるほどの魅力が後から考えればなかったっていうことなんで、はいはい、でもその時はそういうこともわからないので、とにかくやめて自分で売った方が、なんか路上ライブとかもその時やりたかったんですよ、うん、路上ライブやりたかったけど事務所がダメだって、やっぱり責任が取れないからとか、物販も売っちゃダメだっていう風に言われたりして、うん、でもアルバイトばっかりの生活で、うん、でもなんかやっぱり自分たちの活動費ぐらいは、うん、自分たちの売った物販でトントンにしたいみたいな、そういうなんかお金お金っていう風に思われるかもしれないけど、うん、なんかこうてなんか手応えみたいな結果みたいな、はい、やったんだっていうものが欲しい、なんか自立したんだっていう、はいはいはい、少しでも芸能界でちょっと頑張ってられてるんだっていう何か実感が欲しくて、うん、そういうことにこだわったんですよね。だから、なるほど、ね、そこがちょっと事務所のカラーとはガツガツしすぎて合ってなかったと思いますね。まあなんかね、吉野さんってはい、アルバイトのイメージが全くないんですけど、お金に関するこう苦労話っていうのはあったりするんですか？例えば。ありますあります。なんか聞きたいなそれ。どんな感じなんだ私、うん、いやだからまず最初にアルバイトしたのは高校1年生の時、はい、はいはい、アルバイトできるってなってすぐやってよし、いろいろやったんですよ、いろいろですよ、もう私でも本当にこんな人間なんでアルバイトが務まらないんですよね。なんかいや、そのイメージはあります。普通のことができる普通の人ができることが全然できなくて、はい、まずトラフグ亭っていう渋谷にあるフグ、はい、料理屋さん、フグ料理飲食だったんですか？あ、飲食はでも接客がうまそうだからなんかできそうな気がする。着物着て、でも高校生の時にお酒を作るんですよ、はい、なんか、はいはい、とっくりとかをなんかサーバーの中に入れて、でもお酒の作り方も全然わからないからめちゃくちゃなことしてたんですよ多分。おなんか多分
どんなもの出してたかよく分かんないですけど、まあ、ヒレ酒とか、うん、そうですね、なんかアスカフとかいろいろ出してて、まあまあでも先生なんかお客様あれ大丈夫かなと思って見ながら、でも飲んでるなとか思って、まあ、まあ、トラフグ亭やって、あと牛丼の吉野家とか、うん、吉野家ってすごいね、吉野家です、私の吉野瑞穂の芸名は吉野家から取ってるんです。あ、そうなんだ。そうなんです。なかった。高校生の時に当時事務所に入ってて、うん、でアルバイトで吉野家109前店で働いてたんです、はい、渋谷の。あそこで吉野家で働いてて芸名つけるってなってよく分かんなくなって、うん、じゃあ普通の名前がいいだろうって言って、はい、今アルバイト吉野家でしてるから、じゃあ吉野で画数で瑞穂で行こうみたいになって、それはあとラーメン屋さんとか、めちゃくちゃイメージとかけ離れてますね。なんか男してません、なんかジャンルがラーメン屋とか男男してません、男男。あ、なんか時給の高さで選んでたので900円以上がいいと思って、なんか高校生で900円以上ってなかなか、あ、なかなかないですね、確かに。そうです、だから910円だったかな、その当時吉野家とかが、うん、だからもうめちゃくちゃなんかキャピキャピしながら、あの、でオレンジの、ポロシャツ着て、はい、いらっしゃいませやってたんですけど、もうめちゃくちゃ使えないバイトでしたよ。もうでも墜落とか対応できなかったんですか？対応してたんですか？私は、うん、盛り付けはやらなかったです。盛り付けやるのは社員、うん、そうです、うん、でもすっごいあれは特殊能力ですよ、吉野家のオーダーを取るのは。あ、そうなんですか。だってもうセール並盛りセールの時はいろんな入り口から、うん、みんな並盛りを頼むんですよ、うん、お客さんが。あ、その順番を絶対に間違えちゃいけないっていう、メモ取っちゃいけない、飛び越えちゃう。あれやっぱりその、ね、差別じゃないけどお客さんからのクレームの原因になるんだ。そうですね、平等じゃなくなっちゃう、ね、確かにそれって簡単だけど簡単じゃないですよね、すっごい難しいです。もういろいろやりました。だからそっからもうしばらくもうずっとだいぶアルバイトしましたよ。あのイベントコンパニオンでティッシュ配ったりとか、あと工場とか、夜夜通しやる、なんか製本のこうベルトコンベヤーで運ばれてきてやるとか、あとなんかあの検品、うん、あのドルチ&ガッパーナとかの、はいはいはい、なんか品物を検品したりとか、あとはやっぱり飲食店とか、あのいろいろやりましたよ。あとカラオケバースナックみたいなところで、はい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 、歌がちょっとショーの時間があって、うん、あとはお客さんと喋ったりとか、なんかだんだんその今のイメージに近づいてきますね、やってることがね。なんかこう、そうですね、うん、なんかすごい現実エンタメ離れしてるところからちょっとエンタメ寄りになっていってますね、やっぱりやる。そうですね、そうですね、うんうん、でもやっぱりお金なくて、あの、うん、交通費もなくて家から出れないみたいな、うん、なんかば、うん、バカだからなんかすごいいろんな、うん、なんか事務用品とかやっぱ会社作ったばっかりの時に、うん、なんか近くの文房具行って、あ、これもしあれもしって事務用品買ったら、うん、あ、お金がなくなっちゃったって言って、その日約束してたのに、うん、あの交通費がなくて出かけられないみたいな、あ、なるほど、みたいな、そんなこととか、そういえばあったなみたいな。まあ、ちょっとね、うん、あの社長やる人ってあのネジが外れてるんですよね。頭のネジが外れてるぐらいの人がやっぱり経営者になることが多いんで、あの全然、まあまあ、驚きもしない部分は僕はあるっちゃあるんですけど、一般の人が聞いたら何なのっていうのはありますよね。はい、まあ、はい、そうか、なるほどですね。いやいやいや、もうそうですか。まあまあ、そんな感じでちょっと話聞いてるだけでですね、もうそろそろお時間が、はい、来てしまったという、はい、早いんですよね、はい、このラジオというのはもうね、はい、もう吉野瑞穂さんの魅力というのはもうね、この2000倍ぐらいあると思うんですけども、 ありがとうございます。またね、いつでもゲストにちょっと出ていただいてですね、ぜひ、ね、一緒に発信していただければなと思うんですけども、はい、ね、それこそ Zoom でね、オンラインセッション的なね、今度大山先生も引っ張り出して、大山先生、そうですね、はい、スカイプなんですよね、あの人ね。ああ、Zoom も多分教えれば多分やると思うんですけどね。え、な、大山先生と喋りたい。大山先生に弾いてもらって、なんかそれに合わせてなんか歌うみたいなことやって。ああ、やりたい。で、録画して YouTube に上げればいいじゃないですかね。うん。ちょっとじゃあすぐ連絡してみましょうか。あ、そうですね。そういうのもちょっと吉野さんの方からもしアプローチできるんであれば、はい、ぜひシンデレラナンバーでも一緒にやりましょうよみたいな感じで。そうですよ。はい。そういうのがやりたい、ね、家で声出しても大丈夫な人だけで集まってね。そう。うん、もう全然やりたい。もう
シンデレラカンパニーでいうと小笠原、うん、あの小笠原なんでしたっけ名前したの、あやみちゃん、あやみちゃんと、あやみちゃん、あとルナちゃんがねもう引退ということで、うん、もうやっぱりね、あれ大久保さんってまだやってるんですか、うん、あやってると思います、あのレッスン中心にやってるって言ってました今は。だからやってる人とね、もうちょっとこうフェードアウトする人とっていうのは、うん、まあ、こう時間がね物語ってるんですけど、まあでもたった3年しか経ってないっていうねあの振り返ればそうなんですけど、やっぱりその中でね、はい、辞めていく人もいるんですけども、うん、まあ、まだまだやっぱりねミュージカルなんて専門学校があるぐらいですからね、やっぱりこれからまだまだこの状況下でも目指してる人もいっぱいいるわけで、うん、そうですね、いっぱいいますね、うん、あのシンデレラカンパニーかどうか分かんないですけど、うん、あの子誰でしたっけ、劇団四季に入った子 いるじゃないですか。あ、ナディーカちゃん？ナディーカちゃんじゃないです。シンデレラにも出てましたよね。あの三重県出身の子、なんだっけ名前。忘れちゃった。どのシンデレラに出てました？最初の頃のシンデレラに出てます。最初から出てますし、一回、伝承ホールにも一回出ました。それで劇団四季に入ったんですか？はい、劇団四季に入って、うん、最初、その養成所みたいなところから、はい、メンバー入りしたんですよ。え、はい、あのうちの中の多分卒業生というか関わった人の中で一番出世してるんじゃないかなっていう。え、誰ですか？え何役ですか？いや、あの妹役、あの結構シャブとか得意な女の子、多分名前すげえどうするでした、なんだっけな、サブが得意、いやシャブとか得意、シャブとか得意な、あの子いたじゃないですか、なんだっけな、え、姉、大姉小姉どっちですか？え、コアネコアネ。コナミン？あ、そう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 。コナミンか。コナミンはね、あのそうそうです。劇団四季に、なんか本所属みたいになったみたいですよ。そうなんですか。と、はい、いうことで、チケット安く入ったら頼むねって言ったら分かりましたみたいな感じのノリになってて。で、シンデレラの時のブログ消してくれみたいな言われて、あ、分かりましたみたいな。あ、そうなんですか。そうそう。まあまあ、そんなこともありますんで、もう、やっぱ夢はね、うん、高く持つことが大事なんでしょうね。はい、はい、ということで、今週も、今週は吉野瑞穂さんね、きらびやかなお声で、ビジュアルでお届けいただきました。またぜひゲスト出てください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また来週聞いてください。さよなら。